こんにちは、うどんです。今日はスチーフのウィンターセールで買った FTL、 こちらちょっとさ試しに触っていこうと思います。割と評判は良くて、昔から作品に聞いてたんですけど、ついに初触りという感じですね。チュートリアルからなんかね、ボンバークルーっぽい、なんだろう、隊員に指示を出して何かこういろいろやるらしいゲームなんですけど、FTA でようこそ。あなたは連邦所属宇宙船の船長となって、極めて重要な任務についてもらいたい。続ける。連邦は今、残虐な反乱軍によって無残に引き裂かれている。あなたの船が運ぶのは連邦の防衛に欠かせないデータ。反乱軍の艦隊が背後から迫る中、あなたは銀河の危険なセクターを航行しながら、敵に追いつかれる前に出口のビーコンへ到達しなければならない。これがあなたの船、ケストレル号だ。ゲームのメイン画面でもある。一応話的には反乱軍に追いかけられてて、でそのゴールを目指すというゲームらしいです。左下の丸いアイコンは船のメインシステムの状態。システムはリアクター矢印で表示されるゲージから供給される動力で稼働する。これがリアクターゲージ。これらは船のサブシステム、メインシステムと違ってリアクターからの動力を必要としない。メインシステムとサブシステム。システムアイコンにカーソルを合わせると詳しい情報が表示される。同時に対応する区画のアイコンが光る。これがメインシステムで、まずシールド、砲弾を防ぐシールドを起動する。範囲時はチャージが速くなる。レベル2、一層シールド完全稼働中。出力アップ A、 出力ダウン C、 出力アップが A ボタンね。はいはいはい。でエンジン、 FTL ドライブのチャージと回避の発動、範囲時は回避率が上昇。シールドと回避。医療ベイ、クルーを治療する。酸素、船内に酸素を供給する。ここにちょっと光ってますね。これがシールド部屋。ここに人を配置するとシールドが上がるわけですね。チャージが速くなるね。ここに人を配置するとチャージが速くなる。で、ここに配置すると回避が上がる。で、ここが医療。で、こっちが酸素、医療、シールド、兵器はまだ不明ですね。で、サブシステムはクルー範囲時のみ回避やワープを行える。軌道には操縦士が必要。ザスがいますね。ここにザスがいますね。一人だけ。で、センサー、船内の区画や敵船情報を可視化する。センサーは特に光らないのね。で、ドアを遠隔操作で開閉する。ドア、はいはいはい、大体分かった。配置は分かりました。左上には船体メーター。シールドレベル、現在の船体強度0になると破壊される。船体メーターが0になると船は吹き飛んでしまう。それでは発進しようと思ったが、どうやらエンジンが停止中。稼働中のシステムは緑で表示される。ゲージが白ならそのシステムは努力が送られておらず、ケストレル号の役に立っていない。今エンジンが白色ですから動いてないってことですね。エンジンシステムのアイコンを左クリックして、リアクターから動力を送り込もう。数用な、システムは常時最大出力で稼働していることが望ましい。システムを右クリックして動力を回収し、別のシステムを送ることもできる。このゲージを割り振る感じですかね。割り振る感じ。はいはい、わかる。理解できる。エンジンシステムのアイコンを左クリックしてリアクターの動力を送り込んだ。おっとまずい。エンジンルームが2ダメージを受けてしまった。アイコンが赤くなり、システムが破壊されたことを示している。同時に船体も2ダメージを受けた。エンジンが破壊されてしまった。クルーは船体の修復はできない。エンジンの修理ならお手の物。船体の修復はできないけど、エンジンの修理ならお手の物。クルーを左クリックで選択しよう。左クリック&ドラッグでまとめて選択もできる。クルーを選択したら先に進もう。ザスとモナと
トム。クルを選択後、送り込みたい区画を右クリックすると、クルがその区画へ移動する。ほう。ははは。クルーはオートで修理を行う。火を消す、亀裂を塞ぐ、侵入者と戦う時も全てオート。クルーの体力は戦闘酸欠、火災によって減っていく。おで、エンジン直ってるのかな。ちなみにこれトムっていうのをクリックしても、クルーの情報はまだ見られる状況じゃないですね。うん、これで修理完了。素晴らしい、エンジンが復活した。修理したシステムは自動的に当初の出力まで回復する。一部のシステムはクルーを敗因して追加降格を得ることができる。区画内に稼働中のシステムがあれば敗因はオートで行われる。そのシステムが敗因済みかどうか出力ゲージの上のマーク。あー、これですね。人が配置されてるエンジン。わかる。まずい。右舷側エアロック付近で火の手が上がった。クルーに消火させることもできるが、今回はエアロックを使って消してみよう。左クリックでエアロックのドアを開ける。おお、エアロックのドアを開けると船内の区画から空気が抜けて火を消すことができる。酸素が排出されているエリアはピンク色に変化する。酸素漏れが解消されると船内の酸素供給レベルはゆっくり回復していく。おお、エンジンが復活し火も消えたので次の場所へワープしよう。操縦士がいない場合は今すぐクルーを送り込んだ方がいい。とりあえずこれ閉じちゃうね。おお、モナをちょっとここにでも置いとこう。おお、でもなんか今のところシステムは全然理解できますね。船はワープのために燃料を一つ消費する。燃料の残量をワープするたびに一つ消費する。燃料が足りなくなってしまうとワープができず、その中域に足止め。操縦システムに範囲中かつエンジンシステムが稼働中じゃないとワープはできない。ワープボタンをクリック。おお、これはビーコンマップ。船のマークは現在地。各ビーコンにカーソルを合わせると詳しい情報。見放エリア。おお、で最終的にここに向かうと。ほう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 。線でつながっているビーコンを左クリックしてワープ。ほう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 。新しい場所では必ずこうしたイベントが発生する。イベントによっては複数の選択肢の中から対応を選べる場合もある。今回はひ弱な海賊船があなたを狙っている。これ海賊船。ほー、続ける。さあ戦闘だ。ゲーム中はいつでもスペースキーやマイスホイルでゲームを一時停止できる。ポーズ中でもクルーに指示を与え動力を振り直すことができる。じっくり戦略を練る。試しにゲームをポーズ。敵戦と戦うには兵器に動力を送らないといけない。必要な動力値は矢印で示した兵器ボックス内に記される、うん、兵器を左クリックすると動力が送られ、右クリックすると動力が回収できる。2連レーザー。じゃあ2連レーザーにモナを送り込む。うん、兵器はチャージ後に発射されるので、ゲームがポーズ中の場合は必ずスペースキーかマウルホールを解除しておこう。一応人を配置するとチャージが速くなるけど、人を配置しなくても勝手に撃ってくれるわけですね。でこっちは武器一つしかない。あれ、僕人配置したつもりなんだけどな。人マークはつかんな。兵器はチャージ後に発射される。発射してるこれ。人を配置する場所が違う。ここじゃないんだ。ああ、攻撃する部位を選択する。ああ、こっち。ああ、本当だ。2連レーザー。こっちは、これか。サブシステムか。センサーか。で、兵器はチャージ後に発射される。特に何も言われてないんですけど。
に何も言われてないんだけど、うん、右クリックとかしてみたけど、ドローン、ミサイル、エネルギー残量、クルーを記憶した持ち場へ戻す、クルーの現在持ち場を記憶、はい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 、これ攻撃してんのかな、してないよね、攻撃してないよね。あ、稼働中の兵器を左クリックして装備し、敵船内のいずれかの区画を左クリックして狙いをつけよう。左クリック押してるつもりなんだけど、左クリック押しても何も起きんな。武器を選択しない、武器を選んで、あーこれで、あーなるほど、これか、こんな感じか、はいはいはい、やっと撃ち始めたわ。武器を選んでね、うん、おっとまずい、現在の二連装レーザーでは海賊船のレベル2のシールドを貫通できないようだ。幸い敵もこちらのシールドを貫けない。シールドシステムの出力が2増えるたびシールドが1枚追加される。なるほどね、はい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 。敵のシールドを突き破るにはもっと強力な武器が必要。イベントによっては戦利品が手に入り、今回はアルテミス型ミサイルランチャーを獲得することができた。アルテミス型ミサイル、アルテミス砲が空いている兵器スロットへ自動的にセットされた。発射にはミサイルを消費するが、ミサイルはあらゆる敵のシールドを貫通できる。ミサイルで敵のシールドシステムに損害を与えられれば、次のレーザーで直接本体を狙えるわけだ。ははは。アルテミスミサイルをこうチャージ中、ミサイル20発、撃ってクリックしてこう、当たった。そしたら二連装レーザーでコックピットでも狙う。あーなるほどね、はい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 。アルテミスミサイル、そこ、うわーバッなるほどね。海賊、あの一回一回狙いを、一回一回狙わないといけない。これ一回狙いを決めたらずっとそこに自動的に撃ってくれるわけではない。海賊船を見事撃破した。物資の捜索中、左から順に燃料、ミサイル、スクラップ、新兵器が手に入った。ははは。各戦利品のアイコンが画面上段のリソース数に対応している。うん、燃料1つ、ミサイル3本、スクラップね、これか、スクラップ、新兵器、うん、オート射撃があった、うん。敵のシステムが損傷するとアイコンの色がオレンジに、破壊されると赤に変化する。赤色のシステムを繰り返し攻撃してもそのシステムにはもうダメージ与えられないが、船体にダメージ与えることはできる。船体メーターがゼロになると敵はコッパみじんに吹き飛ぶ。なるほど。敵船内のシステムの役割を確かめたいときは、ターゲットボックスの下段に並んでいる緑のアイコンにカーソルを合わせればいい。ターゲットは賢く狙うべきだが、通常は兵器やシールドから潰していくのが無難。さあ海賊をやっつけよう。兵器やドローンは各システムのスロットに空きがない場合、貨物室で追加される。船情報を、左クリック。装備はこの画面で行う。武器やドローン、拡張パーツにカーソルを合わせると詳しい情報が表示される。新たに入手したハルバードビームをクリックし、アルテミスまでドラッグして武器を切り替え、決定をクリックしよう。新たに入手したハルバードビームをクリックして、ハルバードビームは必要動力3、チャージ17、命中区画にダメージ2、アルテミスは必要動力1、チャージ11。あー、ミサイルを外すのね。ほう。ハルバートビーム。
おっと、現在の兵器システムは強化不足、最大出力2のため、新しい兵器に対応できない。もう一度船情報を開いてこの問題を修正しよう。船の強化をこの画面で行う。船内システムの状態を確かめたり、スクラップを使ってシステムを強化できる。なるほど、スクラップはシステム強化に使うんですね。はい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 。船のリアクターもメニューの一番下で強化することが可能。全システムに動力を行き渡らせる上でリアクターの強化は欠かせられない、うん、兵器システムを左クリック。はいはいはい。次に決定。では新兵器を稼働させよう。動力を十分に送り込むには他の兵器の出力を下げる。なるほどね。分かった。兵器システムがダメージを受けると右側の兵器から動力を失っていく。右側の兵力から動力を失っていく。基本は以上。実戦での検討を祈る。続けるを押すとこのチュートリアルは終了する。終わった。やるか。いくつか、まあ分からない情報はまあそのうち分かってくるんでしょうけど、まず隊員ごとの個性ってのがあるのかどうかが分からない。多分あるんでしょうね。これが初期状態。レイアウト、船体一般、こちらが艦船リスト。これまでの実績や操縦できる船の獲得状況などを確認できる。新しい船を獲得する方は2つ。主星系セクターから始まることが多い。特定のクエストをクリアする。ゲームをクリアすればリスト内にその次にある艦船を獲得できる。ちょっと待ってね。順番に行こう、このゲーム面白い予感がする。いや、ちょっとね、すでに結構面白い感じがする。なるほどな。はい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 。今はケストレル巡洋艦タイプ A、 エンジ巡洋艦、連邦巡洋艦、ゾルタン巡洋艦。巡洋艦から巡洋艦ばっかりやな。よく分からんけど、まあタイプ A でいっか。銀河連邦、ケストレル巡洋艦に6種族のクルーを同時に、6種族のクルー、一度に11個のシステムをケストレル巡洋艦に搭載する。完全装備、タフな相棒。ケストレル巡洋艦プレイ中に船体一枚では残り1の時に修理でフル回復。よく分からんな。まあよく分かんないからこれでいいや。ケストレル2個達成でレイアウト B を獲得で、クルージャック、人間はありふれていて退屈。スキルの習得が少しだけ早い。カラボ人間、マイクも人間、マイクウエストン、カスタマイズ。あ、これ半角全角押して大丈夫かな。ちょっとごめん、待ってね。これ多分ね、なんか嫌な感じがすんな。この点のゲーム、半角全角押すと大概ろくでもないことになるからな。ちょっとコッペします。あれ、コッペができない。まあいいや。ちょっとね、今コピペできなかった。僕の操作ミスかなんか。まあでも、いやでも日本語対応しててもね、マウント&ブレードとかちょっとダメだったじゃん。ちなみにこれ能力的なものは見られないのかな。能力値ないのかな。名前と見た目はカスタマイズできるんですけど。まあ、これでいってみましょう、とりあえず。で、兵器はさっきアルテミスと B レーザー、バーストレーザーか。
アルテミスはさっきの必要努力1。アルテミス型ミサイルね。はい。必要努力1でミサイルを消費。バーストレーザーは必要努力2。拡張版コンテンツ。新しいシステム、武器、種族なんとか登場。熟練プレイヤーにおすすめ。いや、今無効です。はい。じゃあ、これで行ってみましょうか。DS の無限航路ね。僕、それ聞いたことあるんだけど、やったことないんだよな。結構面白いって話は聞いたけど、でも残念ながら DS は配信できない。やってみます。ちょっととりあえずやってみるよ。なんかイージーも難しいって話は聞いてる。はい、丸亀号。いましょう。もう弱そうな気がすんな、丸亀号。ダメだな、花丸にしよう。はい、花丸号です。はい、じゃあ花丸号で出発しましょう。いや、楽しみですね。これちょっとね、すでに面白い予感がするんで、僕ちょっと今回スチームのウィンターセルで何本か買って、とりあえず1回ずつ配信してみて、手応えをちょっと手応えを確認しようかなと思ったんですけど、 FTL はすでに面白いな、これ。あなたが運んでいるデータは残された連邦艦隊にとって、連邦艦隊にとって欠かせないもの。旅を続けるには物資が必要になるため、各セクターを捜索してから次のセクターへ向かってもらいたい。背後から敵の艦隊が迫っている。反乱軍に追いつかれる前に出口のビーコンにたどり着け。よし。やっぱりすでにおかしい。今1を押したら、10キーで押すか。あ、ダメだ。一回半角押して、ちなみにこれ2000円ぐらいだったような気がする。ワープ。救難信号、困っている者がいる。宇宙を漂う一隻の難民船に遭遇した。反乱軍の侵攻を逃れてきたが、燃料が底をついてしまったように見える。救難信号は機能しているが、生存者がいるかどうかは微妙なところ。通信もダウン。乗り込んで調べる。船はもぬけの殻だった。クルーがいた痕跡も、荷が積まれていた形跡もない。あなたは困惑しながら幽霊船を後にし、旅を続けた。そうですね、これエネルギーも、エネルギーギュンギュン。ここら辺のイベントからのランダムなんです。ランダムみたいです。ところでスクラップが30あるから、なんかやった方がいいのかな。これ必要スクラップ値か。まあ今はいっか。ちなみにこれ今日、スチームで245円だった。なるほど。僕すいません。最近ね、なんかあんまり値段見、なんか2、3000円以下だったら安いと思って即買っちゃうんで、2、3000円以下も200円も変わらんわ。これリアクターを上げるとシールド枚数を増やす。エンジンはよくわからない。医療ベイは体力回復速度が上がる。まあさすがに大人なんで、まあ月に2万円ぐらいならゲーム買ってもいいなと思ってる。まあだって月に2、3万ゲーム買ったって、もうね、ソシャゲの課金に比べりゃ全くへみたいなもんですよ。2、3万でソシャゲの課金で何ができるよ。確定すらできないよ。センサー、自動操縦の回避率 50%。 センサーは船内を可視化する。敵船内を可視化できるようになる。はードア制御、防爆ドア、改良防爆ドア。へー、なんかこう何せも結構パープでかいですね。じゃあワープ行きましょう。次のポイント、
これ出口ここだからもうこれすぐじゃん、すぐゴールだよ。船籍不明の船を追いかけます。一隻の海賊船に出くわした。すぐさま海賊から通信が入る。ちょっかい出すなよ。足台ぐらい払ってやっから。ケチな海賊なんかね、ぶっ飛ばしましょう。悪の片棒を担がない。海賊を攻撃する。最後、海賊船は追跡やめ、あなたの船に照準を定める。ちょっと待った、ゲージ溜まるのを待つね。何これ、ビット防衛ドローン、防衛ドローン、ちょあれ操縦、酸素、シールド、エンジン、兵器、ドローン、とりあえずアルテミス砲をシールドに向かって撃つか。あれ、ちょっと待って、今アルテミスどこ行った、アルテミスどこ行ったの今。外した、単純に外した。ドローンに撃墜された。はー、じゃあドローン狙おうぜ。あー、撃墜されてる、確かに。あー、普通にレーザー通る。ちょっと待って、これバーストレーザーは弾数3だから、弾数3だからシールド1枚剥がして2発入るのね。はい、バーストレーザーでいいんだこれで。バーストレーザーでドローンの動きが止まったところをシールド吹っ飛ばす。分かった、さっきはちょっとケチくさかったな。条件を見直そうじゃねえか。より寛大なワイロに応じ立ち去る。うるせえ、ぶっ殺す。じゃあバーストレーザーをもうコクピットに。アルテミスミサイルは5発だからちょっとやめとこう。コッパみじん、海賊船は吹き飛び、後には便利な鉄くずの山。あなたはたった今救った船の安否を確かめに向かった。まず海賊船から12が手に入った。ぶっちゃけ賄賂の方が美味しかった。なんだけど人を助けたから。近づいてみて分かったが、襲われていた船は反乱軍の偵察船だった。損傷が激しく、もはや戦える状態にはない。命を救ってやったことを盾に艦隊を足止めするよう説得する。偵察艇を破壊し略奪する。あなたは船から使いそうなものを全て奪い、クルーについて置き去りにした。運が良ければ助けは来るだろう。はっ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 は。続ける。じゃあこれちょっと強化したいな。シールドがむちゃくちゃ大事だよね。まず2層シールドにしたいな。ただあのリアクターも全部使い切ってるから、リアクターを強化した上で、リアクターを強化した上で、結局1枚だけ強化してもな、これで、次のスクラップはシールドに当てましょう。でワープ、まっすぐ行くよ。スキャンの結果、製鋼所が一つと工場がいくつか見つかった。どこも静まり返っていて、無人生命反応は見られない。ワープです。星雲によって反乱軍の追跡は遅れるが、船のセンサーも妨害される。あ、これか、あの反乱軍の追撃が徐々に進んでくるのね。なるほどね、もうこのエリアに行ったら
反乱軍はこのビーコンを制圧しそう。なるほどな。危険。一隻の海賊船が真後ろに現れた。あなたは船を避けようとしている事実から察するに、一刻も早くビーコンから離れたい密輸業者。攻撃じゃ。あなたは武器を起動し戦闘態勢に入った。相手のシールドは1枚なんだよね、多分これ。バーストレーザー準備。ミサイルは温存するか。あ、武器の下にオートがある。あー本当だ。武器のオート発射をオンオフ、ホットキー V、 レフトコントロールをしながら狙うと現在の設定とは逆の操作を行える。でもミサイルの本数少ないからいいよ。ミサイルの本数少ないんで、あの手動でバーストレーザー溜まるたびに撃つわ。あ、もう壊れてんだ。彼らは戦いを望んでいないようだ。逃走を図っている。彼らが通信してきた。あんたの船にはかなわないと分かった。見逃してくれるなら対価を払おう。これコッパみじんにしたらスクラップしか手に入らないよね。取引に応じましょう。ん、オーツ部屋壊れてる。あ、本当だ、オーツが壊れている。修理しよう、修理しよう。オーツが減ってる。艦内の平均酸素供給率、大半のクルーは酸素がないと生きられない。酸素システムを稼働していると補充できる。治った、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 治った。これはもう攻撃できないんだよね。取引に応じたから。じゃあワープしましょう。じゃあ次の、おお、ゴール、もうゴール、ゴール、ゴール。ワープの完了を確かめるのとほとんど同時に船内の警報が鳴り響く。一隻の船が臨戦態勢で迫ってくる。でもドローンもいないみたいだし。相手のシールドは1枚。あ、20溜まってる。あー、でもうん、まあいいや。ファーストレーザー、シールド破壊した。ちょっと直撃。もうちょっと。あれ、なんかいろいろ壊れてない、これ。いろいろ壊れてないですか。よいしょ。船は吹き飛び、あとには便利な鉄くずの山。なんかボコボコになった気がするんで、ちょっと修理に。ちなみにこれ、あの別にこの空間でぼーっと修理してても特にデメリットないんだよね。あー、スクラップあと1つあればな、3人できたのに。まあぼーっと修理しましょう。戦闘中はね、さすが戦闘中の修理やるにはちょっと人数が、回避の発動ね。解雇。人手が欲しいですね。じゃあワープ、ショップ。近くの惑星から通信が入り、眼前の全焼基地で旅行者に物資を販売している。あなたは品揃えを確かめるチームを送り込んだ。はーはー、ドローン制御システム、テレポーター。
敵船内にクルーを送り込める。テレポーターいいですね。なんだっけ、宇宙海兵隊を送り込みたい。クローク装置、船を不可視化して回避率を 60% 高める。ほー、ドローン制御ね。火炎ビーム、物理的損害を一切与えずに発火させる。ほー、いや、これ火炎ビームとかもどっちにしてもだとスクラップ全然足りないんですけど、あ、全然ダメだ、全然ダメだ。そう、これデフォルト状態を一回保存しといて、はい、ではワープ。次のセクターへ向かう。あなたは長距離ビーコンへ到達した。 FTA ドライブのチャージが終われば次のセクターへワープできる。ワープした先は民間人で逃げ合う地域だった。 FTL チャージの待つ間、さまざまな宣伝チャンネルを切り替えていると、あなたは怪しげな造船工のメッセージに興味を惹かれた。ミサイル3発で、これなんだっけ、なんだっけな、なんかこのアンテナみたいなのが3つもらえる、3発と。あ、ドローンか。あー、でもドローン持ってないからいっか。ドローンパーツの所有数、ドローンを起動するために1つ消費する。でも僕ドローンなんかね、なんもないですしね。あれ、僕ここ出口ってここってゴールじゃないの。あなたの現在地、次のセクター、あー、これで、あー、敵対セクター、なるほどね、分かった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 。これって、これが1マップとして次のマップで終わりなんでしょうか、それとももう何枚かある。あ、まあ確かにね、ぐるぐる回る、これが進行するまでだったら、まあ確かに。じゃあちょっと軽く回りましょうか、最後の赤いとこまで。あ、ごめん、これが1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚と枚数が続いていくわけですね。なるほどな、なるほどな。面白いよこれ、わかった、面白い面白い面白い、うん、この場所では別の反乱軍の検問所が監視の目を光らせていた。操作を持つ民間船がずらりと並び、誰が連邦指示者であっても不思議ではない。あなたはまだ気づいていない。よっしゃ、ぶっ殺せ。これ1、今の感じ、クリア時間、クリアまでの時間どれくらいだろうね。シールド破壊した、2時間ぐらいかかるかな。敵の船が出力上げている、逃げるだ、逃がさない逃がさない、はっきり言ってあんたの勝ちだ、命だけ助けてくれ、申し出に応じる。よし、これで被害はない。じゃあ次行きましょう。スキャンの結果、近くの惑星に知的生命体が存在することがあった。データベースに登録ない新しい種族、小型のシャトルで降り立った広大な原野には、鮮やかな色合いの 6本足の小さな馬のような動物だけが暮らしている。彼らが例の知的生命体であろうか、友好的に数頭持ち帰って売り飛ばす、友好的に接触する。
ありとあらゆる手段で交流を図ったが、馬たちはその場に佇みながら表情のない大きな目で静かにあなたを咎めているだけだった。船へ戻ろう。売ればよかったね。ワープ。ちょっともう次行きましょう。次のセクター。おー、まあ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 、まあどんどん行きましょう。ああ運がいいとクルーが増えね。うん、新たな中域に入った。反乱軍に追いつかれる前に出口のビーコンへ到達し、次の中継ワープへ。続ける。ワープ。おー、星雲だね。近くに反乱軍の無人艇を検知した。襲ってくる気配なく、長距離センサーステーション周辺を巡回中。うん、無人艇を攻撃し、センサーステーションに近づきましょう。無人艇ごときね。セクターの敵対情報が変わった。うん、そうですね、これ PC ゲームですね。ああー、またよいしょ。あれ、レーザーが壊れた。あ、ちょっと待って待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 て、なんかヤバげな感じになってる。これちょっとストップ。今、酸素が直した。これ B レーザーがなくなってるのは、損傷してるから、この損傷を治すには、これ今修理してんのかな。マイクあのスパナ持ってるからきっと修理してくれてるはず。グエーちょっと待てあー、相手修理がないから武器狙い。うん、アルテミスをこう、うん、消化。あれ、あ、左クリック。おーっと、あなたは無防備なステーションから最新のスキャンデータを入手することに成功した。あれ、ちょっと待って、待て、エアロックを開けて、あれ、ちょっとストップ。ベイで治療する。燃えてる。今消化はしてたよね。消化してもらいましょう。うどんも消化。消えた。消化。おお、体力めっちゃ減る。シュン。これエア、ここを修理すればエアロックが開くか。修理して、やばい修理して、まずい。やばい。火消えた、修理中。戦士が燃えすぎてる。修理できた。エアロック開けよう。
エアロックを開けるから、エアロックの通り口には人をいると吹っ飛んじゃ、あ、違う違う、こっちから開ければいいんだ。こう人を配置してエアロックを、これやろう、これやろう、うこういう感じだ。これ待って、酸素あれ、酸素どうなった、酸素さんあれ、どっか燃えてる、これあれ、カメラがダウンしてるから、あ、今消えてないんだ、これカメラがダウンして見えなくなっただけ、消えたのかと思った。ひえひえ、これまだ燃えてる、火の音は消えた、火の音は消えたかな、うん、酸素がない、これでもう行っていいのかな、なんかすごい熱々に見えるんだけど、これあー、なんだこれ、赤いのなんだろう、赤いのは酸素が少ないか、あー、でも酸素供給はできてるから、まあ酸素薄いぐらいならね、こっちからね、高度 8000m で生きてたら山男たちですよ。直してもらって、ところでこれキャラクターのパラメータってないのかな、システム用意というか、うん、あー、しまった、持ち場記憶間違えた、あ、パラメータあった、どうやったら見られるんだろう、右クリックじゃない、左クリックでもない、左のキャラのところをクリック、あー、なるほどね、はい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 、これ多分経験値だよね、から、うどん、仕事させてるやつのやつがやっぱ上がってますね、はい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 、よしよし、でもとりあえずこれで復活じゃ、復活、次行きましょう、ショップはまあいいや、こっち行こう、小惑星帯で一隻の海賊船が待ち構えている、すぐさま反応して襲いかかる、よし、ドローンはないから、あ、じゃあエネルギー、あ、そっか、シールド強化しておけばよかった、なんか、何これ、石が降ってきてる、あ、まただ、ちょ、しまった、O2 とか壊してる場合じゃねえよ、 FTL 逃げる気だ、コッパミ神社、船は吹き飛び、あとには便利な鉄くずの山で、沈下中、うん、多分ね、 O2 壊せば中の人だけ死ぬってのになるんじゃないかな、あれ、なんか撃たれてない、僕これ
違う、これ隕石か、隕石を食らってる。ちょっと待ってね。ちょっと待って。ちょっと待って。いろいろ忙しいねん。ゲージマッチ。人手が欲しいですね。脱出しよう、これ。救難信号、困ってる人がいる。あと、レベルアップもしたい。どうも、このステーションワープしたところで FTL 燃料を使い切ってしまってね。彼らはそう言い続けて焼け焦げた瓦礫やねじ曲がった金属を指さす。ご覧の通り戦火はこの地域にも広がっている。以来ずっと足止め。あんたは燃料を分けてやった。ありがとう。この余りの鉄くずを受け取ってくれ。支払いの代わりだ。よしよしよし。じゃあ、これでシールドを2層シールドになりました。2層シールドにして、で、これリアクターの電力がなくなったからまたリアクター強化で、このスクラップちょっと残しとこうか。あ、うどんが怪我してる。本当だ。まあちょっとね、ちょっとね、ちょっとだけよ。もう治った。じゃあこれでワープ、ショップに行きましょう。うん、ショップでの燃料買おう。あ、救難信号ある。あー、なんか、まあショップ行こう。エンジンに電力。この宇宙ステーションは行商人。あ、クルーを雇う。ははー、はは。 FTL ジャマー、ステルス兵器。燃料は買わなきゃいけない。船体修理はどうやってやるんだろう。あ、修理か、これか。修理と燃料優先かな。さすがにクルーをちょっと雇えないな。あ、ページ2があった。あ、パイクビーム。シールドに遮られなければ船体を一刀両断。おはははは。でもちょっともうないんで、まあ燃料買ったんでよし、ね、よしとしましょう。あー、売るものか。いやー、多分ないんじゃないかな。なんもない。よし、救難信号出してるやつから物を奪えばいいんじゃないですか。救難信号の場所をやってくると一隻の民間船から通信が入った。ありがとう、よく駆けつけてくれた。ワープ航行ナビゲーションに不具合が生じ、修理しようにも最寄りの補給所までの航路を計算できない。あれ、これ断るであって奪うじゃないんだ。そうか、行き先が違うなら仕方ない。次の船が通りかかるのを待とう。そうか、うん、襲うがなかったですね、残念。敵を検知。敵から物資奪えばいいね。反乱軍艦隊の前線偵察隊、偵察艇。今逃せば間違いなく艦隊位置を知られてしまう。逃がさんで、逃がさんからエンジンぶっ飛ばせばいいのか。ミサイルは残り4本。いや、まあシールドから打つか。ん、あれ、あ、違う、左クリックか。よし、シールド壊れた。この後々、あの空っぽの部屋とかに物を入れたらできるのかな。よっしゃ、エンジン壊れた。おお、空っぽの部屋にばかり当たってるから大丈夫。死ねい。
ピッて赤くなってる。あ、医療施設が、まあ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 いいや。これでフィニッシュじゃ。あら、フィニッシュしない。あエンジンが焼けてる。エンジン沈下中、沈下中。さあ破壊をしました。敵船が砕け散った。うん、エンジン沈下中。よっ、あ、やばい。エンジン沈下中。エンジン沈下中。あ、これエアロックの方が早いか。沈下よりエアロックするわ。エアロック開けたぞ。すぐ消えるわけじゃないんだね、エアロック開けても。あー爆散、まずい。とりあえず息を止めて、息を止めながら直そうぜ。よー、危ない。よいしょ。あー、別の、そうね、別の部屋の酸素を流す。よし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 、なるほどなー。うん、修理中。ちなみにスクラップが結構入ったね。次は何の、いや、何の強化をすればいいんだろうな。僕ちなみにこれでシールド2枚になってるんですけど、やっぱ抜けるときは抜けますね。さ、じゃあ、レベルアップかワープか。兵器完成、酸素供給酸素供給するか。あ、武器、あ、そうね、武器ね、武器そのものだよね。ちょっと保留しよう。あ、そうですね、新しい武器確かに欲しい。じゃあここのショップに向かうから、まあ、ここでまた敵兵を倒して、反乱軍の偵察官が一隻、小型補給基地を攻撃するべき接近中。武器はチャージ済みだが、まだ砲撃を行っていない。基地を守るために介入する。あなたという脅威に反乱軍が応じる。お前が何者かは知らないが、反乱軍艦隊に逆らうものは許さない。船が襲いかかってくる、うん、ゲージを貯めて、バーストレーザー、まずはこれ、まずはシールドを壊す。アルテミスも撃っちゃう。よし、あれまだ壊れない。よし、壊れた。シールドが壊れたんで、ミサイル残り4発なんだよね。ちょっとできれば温存したいかなと思ってる。敵の武器システム、よっしゃ。あれもう壊れた。ちょろいちょろい。ミサイル2発ゲット。基地から通信が入った。あの傲慢なクソ野郎どもはただで補給しろと言ってきた。連邦はもうぶっ倒したからってな。こいつはレーダー受け取ってくれ。よしよしよし、結構入ったぞ。よし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 、これでショップで、あ、敵はシールド直してる。おお、いや、もう一体倒そうよ。ついでもう一体倒してショップでバカ買いしようぜ、新兵器を。ワープを終えた途端、近くの船からメッセージが入った。こんにちは、我らがビーコンへようこそ。ごくわずかな通行料、この先を進むことを許可しよう。提案を断る。
そいつは残念だ、後悔させてやる。サイドエンジン、まあまずはシールド。あれ、あーでもまあかか、あミスった、カメラぐらいだったら。あー確かに修理してる。はっきり言ってあんたの勝ちだ。申し出を、申し出を応じましょう。よしよし、カメラも結構大事ですね。相手がギブアップしたんで、それでよしとしましょう。あーうーん、もっと武器、もっと武器を優先的に狙った方がいいのかな。とりあえずさあショップへ、ニューウェポン買いましょう。旅行者に物資を販売している。ドローン制御、ドローン稼働できる、テレポーター、船内へ提供。敵船内へ来る、送り込めるとめっちゃ欲しいんだけど、送り込む人材がいないから。クローク装置、回避率を 60% も高めるもんね。ただ物資150必要。強化 FTL ナビゲーション、訪問済みのどのビーコンへもワープできる。はあ、破壊されてるドローンをワープ時に回収しパーツを再利用。でシールド充填ブースター、シールドのチャージ速度が 15% 上昇する。で修理はまあいいとして、で次は武器ね。ホセとマーケル、どこまで有機体なのか判然としない機械生命体、優秀なエンジニア、修理速度が倍増。とりあえずじゃあこの修理屋のマーケルを雇いましょう。で残念ながら武器は売ってないっすね今回。まあじゃあ武器ないならしょうがないから、まあ保留でいきますか。補正ね、人も欲しいは欲しいよな。購入時無料でシステム修理ドローンをもらえる。ドローンはちょっと まだ使えねえな、使い方わかんねえ。でさっきのマーケルを、あマーケルここにいるんだ。マーケルはデフォルトはまあシールドのところでも言おうか。うん、あーまあこれくらいならとか思ってるんですけど、ほとんど線で隠れて見えない。 FTA のドライブがチャージすれば次の石体をワープできる。うんあー酸素レベルな、酸素補充速度3、これ一つレベル上げると3倍になるの、酸素補充速度。めっちゃ上がるな。確かにこれセンサーの適線内を可視化をやりたいな。適線内可視化、これは右下のサブシステムは勝手に、あれな、あれこれなんで切れた。これは星雲中だから、星雲の影響か。ありがとうございます。なるほど、よかったよかった。うん、それならいいや。次行きましょう。ゾルタンに、ゾルタンアッカネンに。ここゾルタン領は連邦地域からだいぶ離れた場所、権力者たちも今も全員が残っているかは不明だが、それでも先へ進むしかない。まあでも酸素もね実際ちょこちょこ切れそうになってるんでね、酸素欲しい気持ちはわかる。まあでも
これ敵のレーザー、敵のレーダーから行こう。資金レーダー上に小さな船影、その正体は反乱軍の無人偵察艇。あー、無人偵察艇だから酸素がいらないのね。なるほど、なるほどな。確かにこれあのレベル上げて敵見えるようになったのいいですね。武器から壊す。多分酸素いらん種族とかいると思いますよ。いるよ、いる、いるでしょ多分。あー、修理ができない、無人だから。なるほどね。じゃあ武器を初手で壊しちゃうとそれで終了か。はいはいはい。コッパミジン、いいぞ。じゃあリアクターを一つあげよう。リアクター二つぐらいあげとこう、うん、あ、やっぱなし。リアクター一つあげとこう、うん、ちょっと待ってね。あ、センサーのとこに人を配置するとセンサー、おお、あれでも人を配置すると有利みたいな、人を配置するとどうなるかって書いてないのかな。範囲済み、今シールドに今置いてあるんですけど、シールドに置くとチャージ速度が上がる。うん、まあいっか、うん、先に進みましょう。お、確かに人がいる。反乱軍の船から通信が入った。連邦のクズめ、ずっとこの時を待ちわびていたぞ。言うねえ、言うねえ。おお、なんやなんや、ケツにひび入ったぞこれ。ケツにひびが入ったのは一体何なのか。ミサイルも撃とう。ああ、ミスった。とりあえず武器を。お、もう燃えてる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 。じゃあそこの燃えてビビってるところに O2 破壊とかするわけだ。なるほど、なるほど、これはざま。さらに集まってるとこに、集まってるとこに撃つ。体力めっちゃ減ってる、体力めっちゃ減ってる。あ、これ向こう大変だねこれ。ひどい、武器が撃てない。焦ってる焦ってる。これでも酸素、これつい撃ったら死んじゃうんじゃないの。僕ちょっとね、これね、ちょっとね、様子見たいな。武器は撃てない、燃えてる、酸素もう酸素尽きてる。あ、お尻が酸素漏れしてる、なんだこれ。開いて修理に行けばいいのかな。開いて、おお、ちなみにこれ敵のパイロットだけ、あ、やばい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 、ちょっと待って。酸素中和しよう。おお、うまくいった。あなたは敵艦内、敵船内でとある兵器を見つけた。誰にも邪魔されるくなく船に取り付けた。いやー、いや、パイロットだけを殺す。イオンボム。あー、こういうのにマーケルが得意
な可能性がある。空気開けて開けて、あ、治った、うん、いや、パイロットだけを殺すね、なるほどね。そうね、今のがあのクルーだけを殺した方が報酬が美味しいってやつか。イオンボム、イオンダメージでシステムを機能停止に陥らせる自己転移型爆弾、次戦にも使用可能。爆弾兵器はシールドや防衛ドローンを無視して直接船内へテレポートする。ミサイルを1個消費する。船体へのダメージはゼロ。クルーやシステムに損害を与える。ははは、なるほどね、クルーだけを狙う兵器。あ、これ武器を強化しないといけないのか。僕武器を強化して、よし、確かに相手が使ってこなくてよかったですね。修理は終わったんだよね。みんな元に戻って、うん、よし行きましょう。次戦の侵入者にも使える。ほう、いや、これ味を占めましたよ、僕。あの、パイロットだけを、大破寸前のゾルタンの貨物船、最後の通信受け取った。奴らがいるんだ。マンティスだ。どうか。マンティス。通信を遮るように砲弾が左舷側、船首をかすめ飛んでいく。マンティス。こいつら敵か。敵が、なんか虫、なんか、おわ、なんだこれ、今ワープして入ってきた。ワープして入ってきたやつと戦うのって、マーケル、いや、これどうすればいいんだ。警告侵入者検知から頑張れ。これは勝手に戦うのかな。虫ね、虫ね、とりあえず入り込もう。あー、なるほど。うおー、ちょ、マイクが死ぬ。マイクこうで、バーストレーザー、敵の武器システムに。よし、武器システム破壊。敵の侵入者を破壊した。で、ちょっとこれ急いでドアを開けて鎮火しよう。ドアを開けて鎮火して、あー、ドア開けてない。ドア開けて鎮火して、イオンボムを、侵入者逃げた。うん、ここに掘り込むか。バーストレーザー、シールドシステムやられてるのやばいっすね。確かに敵の名前が分かる、うん、よしよしよし。第三次、敵は第三次、こっちも第三次、敵も味方も第三次。とりあえず火を解いて、ミサイル撃っちゃう。エンジンルームのとこ、あ、これか。一回ドアちゃんと通して、外したか、やっちゃ、よしよしよし、船は吹き飛び、あとは便利な鉄くずの山。やばかったっすね、ちょっとこれが。火は鎮火した。割と間一発でしたね。ああ、そっか、マーケル、あの、半分機械なんだっけ。いやいや、初艦内戦で乱れましたね。
いやいや、僕もしかしこれいつかやりたい。いつか送り込みたいですね。よしよし、じゃあワープで。ワープした先はゾルタン巡洋艦の慣れの果てのデブリ帯。残念ながらあなたを敵と見なしたエンジンのご相関が復讐を果たすべく襲いかかってきた。通信には一切応じない。あ、これ機械人間乗員のね、戦闘力のおそらくなんですけど、ちょっと待ってね。戦闘経験値を貯めることで上がると思うんですよ。あ、ちょっと待って、撃たれてる撃たれてる。バーストレーザー。武器。あ、ファンネルがある。ファンネルがあるからイオンボムをこのファンネルのとこに吹っ飛ばして、でこれで4段、ファンネルが起動しないところでさらに武器を撃つ。おお、武器燃えた、武器燃えた。大 燃えてる、燃えてる。燃えてる、燃えてる。で、バストレーザー今撃ちたいな。今だ。です。ああ、ミサイルが残り2発しかないのか。起動しちゃった。これでも、油断してると、自分の方ね、あんまり見られてないんですよ、敵の方見てると。よしよし、もう残り1発。イオンボムは酸素削り、システム出力を削って遮断って書いてるんだけど、まあもうこれで勝ちでしょ。船は吹き飛び、あとには便利な鉄くず。さあワープしましょう。ショップ、よっしゃ。新しい武器欲しいな。マンティスのクルーが太古に滅びた宇宙クジラの腹の中に隠れている。誰にも気づかず闇取引を行うにはおそらくこうする以外方法がないんだろう。太古に滅びた宇宙クジラ、いいですね。お？ほう。ブラチョス4のロック人は滅多に姿を見せず不屈の魂を持つ。火災無効、移動速度半減、最大飛行距離150。バーストレーザー、グレイブ B、一撃で複数の船を破壊できる。戦争が作り出した最強兵器。パイクビーム。シールドに遮られなければ船体は一刀両断。これロック陣欲しいですね。じゃあロック陣とパイクビームとか。命中区画ごとにダメージ1。ビームの威力は敵のシールド枚数に応じて減少する。ダメージ3。必要動力4。ミサイルをね、一つね、このパイクビームに変えたいな。じゃあパイクビームにするね。パイクビームと再編具を。で、武器を変えるから、違うな。あ、間違えた。あ、で、右からダメになっていくって話だよね。アルテミス、イオンボム、パイクビームと B レーザー、バーストレーザー。パイクビーム、B レーザー、イオンボム、システム出力不足。あ そうね、システム強化しないとダメなんだよね、あと一つ。でもないから、岩人間はとりあえずここにいようか。
岩人間。いや逆にするか、うん、こんな感じ。岩人間はねワープで、あ僕ねちょっとね時間がね本当ねそろそろ やめなきゃいけない時間なんだけど、このパイクビームは使いたいねん。あと本当はねワープしたかった、ワープでね岩人間送り込みたかった。ゾルタンの研究施設、遺伝子的損傷について調査中、時間があるなら君のクルーをスキャンしたい。いいよ。えドッキングした途端海賊が船内へなだれ込んできた。レーザー状に敵対的な船影が映り、遠くからゾルタンたちの悲鳴が聞こえてくる。敵に捕まった、人質にされる。あー乗り込んできてる乗り込んできてる虫。まずいまずいまずい。まずいまずいまずい。でに、これマイクは逃げる。うわっ、バーストレーザー2、武器から狙うか。でパイクビームとやらはよくわからんな。 O2、 あーなるほど、なんだこれ。パイクビーム、こう、あーでもシールに弾かれる。あーなるほど、通常ダメージ1だもんね。なるほどね。あーし、Bレーザーでシールドを壊してからパイクビームで切り裂くみたいな。でこっち中大丈夫か。よしよし、侵入者を検知。まだ侵入者いる？全部倒したよな。バーストで、でこう、なるほどな、はい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 、はい、よし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 、続ける。お、対人ドローン、対人ドローン、ほほう、対人ドローン。船内の侵入者を捜索し殺傷する、必要努力に、配備にドローンパーツ、ドローンシステム非搭載、ショップで購入。ドローン制御がない。いやーちょっとこれ時間的にやめときだな、ごめんなさい。ちょっとねこれでそろそろ嫁に怒られる時間なんで。すいません。でもこれ面白いね。いやめっちゃ面白いわ。FTL 面白い面白い。面白いんで、まあちょっとまだ、Steam のウィンターセールで買ったやつちょっと一通り触ってからなんですけど、これもやりたいな。やるやるやる。やる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 。マウント&ブレードも待ってるんだけど、気楽なのがいいですね。かなり手軽で、ある程度分かったのがいい。あっという間に。うん。面白かった。今なんかその数百円ぐらいで買えるらしいんで、ちょっと気になった方はぜひって感じですね、これ。そんな販売。はい。それでは、中田くんご視聴ありがとうございました。夜は夜で僕ね、今日明日がちょっとね、かなり早起きしなきゃいけなくて、なので夜はおそらく確信1本とかそんな感じだと思う。はい。それでは、一旦放送閉じます。皆さんお疲れ様でした。